China.
この曲は、まあ歌詞を読んでわかる通り、私の声の歌なんですけれども、そうだな、これも多分17歳の頃に書いた、16とか17歳の頃に書いた曲で、まあ自分の中では初恋の人っていうのが、幼稚園の時じゃなくて、その後の初恋の人っていうのがいて、まあ自分の、まあ私は子供だったから恋は成就しなかったけど、次に、まあ実際こう一緒にデートしたりして、その恋が10、10、その恋が成就したかどうかはわからないけれども、何度か会ったりしたっていう、その人が、まあ、やはり、その星座が同じだったっていう歌で、まあ、本当にね、その高校生の頃の私のね、淡い恋心っていうのがね、よく、かけている曲だなって思って、この曲を、まあ、その話出しちゃうけど、マクロスのね、民名のオーディションの時に、これを歌って、選ばれました。多分これと、何だったかな、もう一個覚えてないんだな。でもこれは確かに、これが1曲目でした。では、次の曲。なんかすごい熱くなってきちゃった。着替えてもいいですかって、もう1曲とりあえずやってみようかな。ああ、ブルーベリージャムもね、じゃあ。